2006年トリノオリンピックは2006年2月10日から2月26日にかけてイタリアのトリノで開催された冬季オリンピック。冬季オリンピックとしては第20回の記念大会でテーマはパッションライブズヒアであった。トリノオリンピックの開催決定は1999年6月韓国のソウルで行われた第109回 IOC 総会で決定した。 イタリアでのオリンピック開催は1956年、コルチナ・ダンペッツオオリンピック、1960年、ローマオリンピックに次ぐ3度目で、イタリアでの冬季オリンピック開催は実に50年ぶりとなった。鳥の市内にある屋内競技場の他に、ピエモンテ州のスーザ渓谷にあるいくつかの会場に分かれて開催された。大会マスコットは夏季の2人である。開会式。 総メダル数1位は、ドイツの29で、最多、以下2位アメリカの25、3位カナダの24。金メダル数ではオーストリアが9獲得し、アメリカと並び2位、次いでロシアの8となった。トリノオリンピックの開会式は先に述べたように、スタディオオリンピコで開かれた。ステージには、以前よりも大きなオリンピックマークがついていた。開会式のテーマは、情熱の火花。 開会式には、様々なルネサンスから、バロックロココ、さらに未来派などを題材にした劇やアトラクション、巨大な聖書などが登場し、有名バンドなどの演奏もあった。イタリアの国旗形容に際し、9歳の少女、エレオノラ・ベネッツィーが、たった一人で、フィールド中央に立ち、国歌、マメリの参加の一説目を独唱し、喝采を浴びた。また、 地元イタリアのフェラーリの F1 マシンを当時フェラーリに在籍していたトリの出身で F1 ドライバーのルカバドエルがステージ上で走らせるという演出もあった聖火は点火された後会場内を演習を次々と進み最後に聖火台に灯った聖火台から遠隔された点火台は予想外のことである点火台の後ろには オーケストラ団が並んでいて、有名バンドに続き演奏した。各国の選手入場 BGM には、古今東西のダンスミュージックを中心として、数多くの楽曲を DJ がつなぎ BGM として流された。ウォーキー・トーキーをはじめとした、地元イタリアのマーク・ファリーナ楽曲を中心に、I Believe in Miracle、My Fire、Young Man、君の瞳に恋してるなどが使用された。 開会式のフィナーレは、世界三大手のオールの一人であるルチアーノパバロッティが登場し、トゥーランドットの、誰も寝てはならぬを歌った。閉会式閉会式でのイベント閉会式での、イベント閉会式は2月26日午後8時から、スタディオオリンピコで行われた。テーマは、社肉祭。閉会式直後に、 ストリーキングの女が乱入したがすぐに取り押さえられ、観客の視線はステージに集中していたため大事にはならなかった。まず、クロスカントリースキー男子 50km フリーの表彰式を行い、地元イタリアのジョルジョディチェンタの金メダル獲得に会場は歓喜に包まれた。アトラクションでは、イタリア伝統の射肉祭をイメージし、大道芸人による華やかなショーを展開した。 特に風圧を利用したスタントマンが空中を浮遊するアトラクションは観客を驚嘆させた。さらに各国選手団が音楽に乗って入場し観覧席に着くとフニクリフニクラの楽しい音楽に合わせて客席からウェーブが巻き起こった。また観客にはあらかじめ紙の仮面が配布され仮面舞踏会を意識した演出もされた。 その後ギリシャ国旗、次回開催国カナダの国旗が掲揚され、途中、大会組織委員会のカステラーニ会長の挨拶の最中に男が乱入したが、すぐに係員に取り押さえられことなきを得た。この男は29歳のスペイン人で、ボランティアの赤いジャンパーに似た服装をしていたがこれを脱いで乱入した。 調べによると、イタリア人に挨拶をしたかっただけだと話したという。予定通り、ジャック・ロゲ IOC 会長が閉会を宣言した。オリンピック期が、鳥の市長から、バンクーバー市長に引き継がれた。アブリル・ラビーンが、ライブパフォーマンスをし、少年、少女によるベルディのオペラ、ナブッコの中の、池、我が思いを、黄金の翼に乗ってが合唱された後、オリンピック旗が奉納され、 17日間わたって燃え続けた成果を収めびした。閉会後はリッキー・マーティンのライブコンサートなどが催され、祭りの後に花を添えた。本校では鳥のオリンピックの日程表を紹介する。各競技の詳細については、それぞれの競技のリンク先を参照のこと。参加国と選手数緑、1から9人青、10から49人、オレンジ。 50から99人赤、100人以上。ありがとうございます。